さて、それでは、インベンター LP のウェブセミナーを行ってまいります。今回は、測定ツールとしてのインベンター LP の説明をいたします。さて、インベンター LP の活用方法ですが、3D データから様々な情報を読み取り、ものづくりに役立てるために利用してみると。まあ、こういった内容を今回お話ししていきたいと思います。今回は、インベンター LT の中からどのような情報を取得できるのかというところを見ていきます。例えば、製品の情報ですね、として、質量や重心情報などが欲しい場合、計算に時間がかかったり、また正確性に欠ける情報しか得られなかったりするケースというのはあると思います。3D データがあるならば、そこから簡単に情報を取り出すということができます。インベンター LT でデータをインポートしたり、作成したりしたデータ、これをもとに情報を取得することができますので、それをものづくりのための情報として活用していく例を見ていきましょう。まずは、質量を見ていきましょう。質量を知りたいというケースは、たくさんあると思います。それでは、この部品の質量を求めていきます。質量は I プロパティから見ることができますが、材料をセットすれば、その材料に応じた質量が見えます。この部品では 0.322kg というふうに出ていました。また、これらの質量ですが、寸法が変わった場合に即座に更新されていきます。それではこの部品を少し変更をしていってみようと思いますが、若干こう小さめにですね、50ミリほど縮めた状態にしていってみます。これで 3D データの方更新をかけますが、これで少しちっちゃめの形状になりまして、ここからですね、また先ほどのプロパティを見ていくと。そうしますと 0.297 ということで、先ほどの 0.322 よりも少し軽くなっているかなということがすぐにわかります。このようにですね、簡単に質量を求めていくということができます。さて、次にですね、重心を求めるというところをやってみようと思います。重心もですね、先ほどと同様に I プロパティの中から確認することができます。重心位置として座標値がですね、表示されています。これはですね、座標位置として数値を見ていますが、数値だけでは重心位置が把握しにくいかなというふうに感じた場合には、グラフィックウィンドウにですね、表示することができます。これだと視覚的に非常にわかりやすいと思います。で、この重心のマークなんですけど、ここをですね、測定することによって、先ほどの一覧表で見えていた座標位置というのを確認することができるようになっています。それでは、形状が変わった場合に重心位置がですね、更新されるかどうかというところも見てみようと思いますが、少しこうモデル形状ですね、変更いたしまして、これでですね、更新をかけていくと。で、マークがですね、グレーになりましたので、これで更新が必要かなというところがわかるようになります。ここからですね、もう一回計算をしますと、重心位置がですね、更新されていると。そして、重心のマークもですね、色がついて、最新の位置の情報が表示されているということがわかります。さて、続いてですね、面積や距離を求めるというところを見てみましょう。
計測ツールはですね、検査タブまたツールバーにあります。それでは面積を調べていますが、ご覧いただいているように一つ一つの面積を測っていくということはもちろんできますが、まあ、複数面をまとめて選んで合計値を測るということもできます。続いてですね、距離を測ってみようと思いますが、ここではですね、中のボードデータをインポートして組み合わせてみようと思います。これでですね、緑色のボードが追加されましたが、これとですね、このブルーの部品間の距離を測ってみようと思います。ここではですね、最短距離を測ってみるというところを行ってみますが、まあ、これで6ミリ以上の距離が空いているということがですね、確認できます。まあ、このようにですね、他の部品、周りとのですね、クリアランスを簡単に測定するということができますね。さて、続いてですね、断面特性について調べるということをやってみようと思います。断面特性はですね、スケッチの中だけで確認することができます。まあ、スケッチの平領域を選んでですね、領域のプロパティというところを見ることによって、図針位置や完成モーメントなどの情報をスケッチからですね、取得することができます。まあ、この領域のプロパティですね。これで見たい部分を選んで計算をすれば、それらのですね、情報が表示されてくるということで、この場合ですね、スケッチだけで情報が得られますので、3D モデルを修正しなくても、いろいろな案の値をですね、確認することができます。3D モデルがなくてもですね、スケッチの中だけで確認することができますので、この断面特性についてはですね、簡単にスケッチ書くだけで、様々な情報を得るといったツールとして使えることになります。まあ、ここではですね、モデルを変更することなく、新たに線を加えて領域をちょっと分割してみましたが、まあ、ここで新たなプロパティを見るということで、この中でですね、新しいモデルを作るということではなく、この領域、少し変えたらどうなるかなといった情報も見ることができるようになります。さて、それではですね、最後に、ゼブラ、サーフェイス曲率、勾配などですね、表面の解析比について、ちょっと見ていこうと思います。ゼブラ表示では、面の連続性、まあ、曲率の連続性を確認すると言ったことができますが、この縞模様のですね、曲がり具合、まあ、これでもって、評価をしていくということができます。まあ、次にですね、面の勾配なんですが、よく使われるのは金型から抜けるかどうかを判断するといったところですね。これは、抜きの方向に対する角度に色をつけて評価すると。またですね、サーフェイス解析では、表面の曲率の違いを、色で視覚的に、確認するということができるツールです。そして、曲率表示では、全体の滑らかさを、曲率コームで視覚的に判断することができると。ツールになります。まあ、このようにしてですね、表面を解析して確認するということを行えば、製造するためのモデル形状の品質をチェックするということに利用することが可能になります。さて、以上のように、インベンター LT は 3D データから様々な情報を読み取ることができ、物ができる前に正確な情報を入手して、それらをですね、物作りに活かしていくということが可能になります。
皆様のお仕事の中で、どの部分が当てはまったでしょうかね。これは、活用できそうだな、というふうに感じていただけたものが、まあ、いくつかあったのではないでしょうか。ぜひ、皆様のですね、周りにある 3D データからですね、様々な情報を得るために、インベンター LT を活用してみてください。製品体験版や、より詳しい情報につきましては、こちらの赤い字で示してある URL、まあ、こちらをご覧いただくか、または、認定パートナーに、お問い合わせください。以上で、測定ツールとしてのインベンター LT を終了いたします。